栗山やんみだよ。僕のお友達がコロナ禍のことをコロナウズって言ってて、確かにウズって勝手読むんだなと思ってたら全然感じ違ったよ。ハンドソープとかの入れ替えってなんでこんな緊張するんだろうね。みんなも手洗いうがいちゃんとしようね。コロナに負けるな、イエーイ。これは気分転換で買ったディフューザー。金木犀の香りだから金木犀の歌歌ってるんだけど、音入ってなかったよ。ゆず茶でおやつしながらみんながくれたお写真見るよ。たくさん応募ありがとう。ちょっとずつ公開できていけたらいいなって思います。知らない洞窟、知らない通り道、知らない場所への知らない入り口。出口は見える、知らない場所へちょっと歩いて大冒険。出口は見えてた、確かに見えてた。だけども違う、知らない場所だ。光が照らして不思議に見えた。洞窟の中にも光はあった。洞窟を出た、知らない山だ。雪がしっとり積もってたんだ。肌感冒の冬の木の枝、白いお花を実らせて。洞窟を出た、知らない山だ。雪がしっとり積もってたんだ。そうだ、冬だ、知らない冬だ。眠っていたんじゃもったいない。僕もここに存在したんだ。存在し得た、ここにいるんだ。知らない君の写真のおかげで存在し得た、ここにいるんだ。